訓練検閲を行う陸上自衛隊第7師団の戦車戦闘団走行部隊は走行戦闘車両を中核とした部隊不評部隊と対になる概念機構部隊戦車部隊機械化部隊とも走行部隊とは走行戦闘車両を中核とした部隊であり高い戦場機動性を誇る第二次世界大戦から使用され始め電撃戦など華々しい戦果を挙げた その後、現代に至るまで、陸軍の精鋭部隊として徴用されている。欠点は、同数の不評部隊に比べれば、多額の費用や補給物資を必要とし、技術的な専門性が必要なこと。しかし、その実力からすれば、むしろ費用対効果は高いと見られており、先進国ほど陸軍の総効化が進んでいる。自衛隊の場合、第7次第が、 機構師団であるほか、各師団、連隊が戦闘団を編成できる。装甲部隊を構成する、装甲戦闘車両は多い。まず、用となる、主力戦車、それに随伴する不評が登場する、不評戦闘車や装甲兵員輸送車、偵察戦闘車や戦闘工兵車、自走砲あるいは、支援車両も機動化されており、できれば装甲車両化されていると望ましい。 予算上の都合、あるいは軽便さのために走行化されていない、軽車両が含まれることがよくあるが、戦場に随伴しにくい。不評に比べて、地形や防御陣地に依存せずに戦闘をすることが可能である。構成局面では、その機動性と衝撃力から敵に立ち直る隙を与えず、一気に畳みかけることができる。また、防御局面でも非消し役として徴用され、 機動防御戦術が可能となる。第一次世界大戦で不評の正面攻撃には限界が証明され、戦線を突破する兵器として戦車が発明された。また、戦術として浸透戦術が行われるようになり、重心突破の概念が放火した。第一次大戦では、戦車は戦線突破専用兵器であり、不評支援兵器であったが、戦後、 性能向上に伴いその性格を変えていく。そして、ドイツとその影響を受けたロシアで戦車を中核として、不評側を随反させる戦略思想が生まれ、飛行手団が編成された。第二次世界大戦が始まると、ドイツ飛行師団が電撃戦を展開して、フランスを短期間で屈服させ、世界を驚かせた。この戦争で、装甲部隊の地位は確立され、戦後も、 各国陸軍で重要な位置を占めることになる。ありがとうございます。